移領軍は大韓民国継承北道の軍。陸地から約150キロ東方の日本海に浮かぶ、移領島と付属当初からなる。日本との領有権争いがある竹島を軍域に含む。面積72.518平方キロ、人口9252人。移領有、北面、西面の一有二面で構成される。中央に移領峰がそびえている。 北部はラサト盆地となっていて周辺には海水浴場が多くある。朝鮮半島の古文献でも知られる三方を中心とした西、南、東の三面に連なる山脈があり赤青白で彩られた移領群記に象徴的に描かれている。日本海に位置しているため冬の降水量が多く、韓国で最も降雪量が多い地域である。 沿岸部では4 0トルほど、内陸部では1メートル近い積雪を記録することがあり、1962年1月31日に内陸部にある気象台で観測された積雪2 9 3 6トルは韓国で最も多い記録である。開業性区画は一有2面。近海でサンマスケゾウダライカなどが取れ、主に漁業で生計を立てる。 土地は痩せており、麦やトウモロコシ程度しか取れない。歩行口などとの間に旅客船の便があり、本土からの観光客は年に20万人程度である。陸地との交通が不便で、スーパーマーケットや商店がなく、漁業共同組合が販売チェーン店を運営する。1995年、幸福50周年を迎えて、独当博物館設置が決まり、移りょうゆが土地を提供し、 サムスン文化財団が建設した施設に、イチョン白書大館長が30年余りの間国内外で収集した資料を中心に、独当義勇守備隊同士会の資料などを加えて、1997年8月8日、韓国内唯一の領土博物館として開館した。敷地面積2441坪、施設、延べ床面積484坪で、地下1階地上2階建て、 1998年8月8日、開館1周年を記念して、独当博物館標石や野外独当博物院が造成された。ありがとうございます。